愛子さん亡くなりました。愛子さん今日なし。なんか狛江くんに潰されたらしい。なんか狛江くんになんかすごい怒ってたね。なんか愛子さんが、私なんか二日酔いらしくって体調悪いらしくって、なんか狛江にお酒を無理やり飲まされたって。許さない、あいつを絶対に許さないって続けた。うん、二日酔いなんて10年ぶりですよ。来週になった、来週に絶対に許さないってだよ。でちょっとまあソリの近くに、ソリんちの近くにさ、あの宝くじがあるから、ちょっとこれ、この大量のこの宝くじ当たってるのかどうか、ちょっと結果を聞きに行こうかな。明るい、眩しい。ちょ結果聞いてからちょっと総理んち行こう。タイミングよく総理がさ誘ってきたから、今日は総理とご飯食べようかな。あ、皆さんちょっと今3位なんだけど、ポロちゃんがファンタ10倍出しちゃったよ。キッズポロちゃんまで10万6千ポイント差、あと6千ポイントで10万切る。無料アイテムお願いします。余裕ある方いないかね。余裕ある方、カソカソちゃんありがとう。ありがとう。ヘモグラビンありがとうね。りょうかちゃんもありがとう。かわいい。いや今日本当は愛子さんに会えると思ったのに、二日酔いだってた。二日酔い、二日酔いです。愛子さん2月の3日になった。まあいっか、イベント中だし、うん、会ったことないね。会ったことないけどめちゃくちゃ見てた人だね、前はね、昔、うん、まあいっか、別に来週でも。鍋食べたいな。鍋もいいな。私の行きつけの店だこれ。寄せ鍋、かき鍋、たらちび。ここ安いんだよ。私の行きつけ。
なんで胸の話になってるの？くじをちょっと結果やって総林地に向かう。メイクしないよ。だってなんで総理のためにメイクすんの。あ、総理リスナーいます。総理リスナーいます。まあね、総理も愛子さんも変わんないもんね。結構似たようなジャンルだから総理でいいかって思ったけど。うん、じいちゃん、100枚ある。100枚来ました皆さん。え、なんて言ったらいいの。あ、言ってない。どういうこと。今日土曜日だしですけど、今日土曜日ですけどアンチなの。土曜日でこの時間絶対やってるじゃん。私が当たってるから逃げてんの。これさ、この前もそうだったんだよ、うん、この前もそう。土日休みなの。あ、マークありがとう。あ、だってさ、こういうのって週末が盛り上がるのにね。本当かな。書いてある。月曜日から金曜日夕方まで。そうなんだ。知らなかったね。ちょっと私ギャンブルやらないんで知らなかった。そうなんだ。ギャンブルってこう週末が盛り上がると思ってたから。じゃあちょっと総理ん家行くか。総理ん家。宝くじギャンブル違う。一緒だろ。一緒でしょ。早くやりたいのね。私なかなか外出ないからね。なかなか出ないからやっとできると思ったのに。じゃあちょっとタイトル変えます。なんか最近あの総理がね、お魚を丸ごと1匹買って、なんかそれをさばくのにハマってるらしくって、でさばくのだけするからさ、もう全部さばいたらしいんだけど、魚がもう食べてって連絡来てさ、ちょっと初めて食べてみたいと思います。総理のさばいたお魚。なかなか外出ない人生もったいない。そう、あ、人と会ったりとか。そうだね、やっぱこう人に会わないと恋も
王子様も現れないもんね。あ、あちゃんなんか久しぶりな気がした。あちゃんおはよう。確かに昔からそうだよね。本当に若い頃からなんか人と関わるのがそのあんまり好きじゃなかった。本当これ昔から、だから1ヶ月人と喋らないこととかあったよ。別に病んでるとかじゃなくて、前後昇格1億5000万当てた人がいるってこと。ってことは10億円まだ当たっ結果が当たってる人がまだいないってことは私の可能性もあるよね。インドはね、良くないね。やっぱアクティブな人がいいと思う。そう、あんまり社員に興味ないんだよ。全然寂しくもないし、なんかこう、例えばさ、なんか誰かになんかじゃあ言われるとするじゃん、ムカつくこととか。あんま人に興味がなさすぎちゃって、別にそこまでもピキったりもしないし、リアドツしても絶対来ないもん。ないんだよね、それが。ありがとう、つーちゃん。今日土曜日だよ。何してんの、みんな。てか、せいじさん、東京来るんだね。東京。あ、今から。マー君、これ何？男の人なの？マー君、あ、男性なんだ。よろしくね、マー君。めちゃくちゃ今日天気いいよ。真っ青。空が。めちゃくちゃ天気いいな。アイコン、ふわっちの女性ですか？かわいいね。なんで今日総理かって、ちょっと愛子さん楽しみにしてた人に申し訳ないなって思ってさ、似たような人召喚した。あ、みゆちゃん久しぶり。あ、エンディさんゴルプラおめでとうございます。エンディさんおめでとう、頑張ろうね。で、エンディさんは2月1日だよね。エンディさん2月1日遊ぶ。そう、似たような人でちょっと総理、愛子さん見たかったのにって人向けに。優しいでしょ、私気が利くでしょ。愛子さん好きな人は絶対総理好きだから。あー、5倍エムエマちゃん、何個ありがとう。25個。エマエマちゃんナイス。ちょっとうるさいな。エムエマちゃんありがとう、ありがとう。みゆちゃんもありがとう。愛子さんとそれと3人で違うよ。え、あの愛子さんドタキャンです。ありがとう。ドタキャン2月の3日、愛子さん2月の3日。うん、みーちゃんケーキありがとう。そうそうそう、狛江くんをなんか憎んでたよ。
お前をなんか許さない人だよ。なんかあのなんかあの二日酔いつらいって言われてそこからずっと仕方されて、いやあのさ2時間ぐらい仕方、3時間ぐらい仕方されて、いやあのさ仕方が一番困るんでこっちもちょっと予定入れたいから、あの今日なしならなしでちょっと早めに連絡してって言ったら、ごめん今日は無理、お前くんのせいでって。ことで来週です。手が太くひどかった、そうそうそう、二日酔いだったって。じゃあちょっと総理地着いたんで、着いた、お邪魔します。あれ、じんちゃん吠えないじゃん。2階に行くの？え？2階。何？2階1階。いや、任せるよ。2階1階行って。え？2階。え、魚は？魚に持ってくる。え、ちょっと見たい。どれ？え？魚どれ？魚？丸ごと1匹をさばいた、さばくんでしょ？いや、さばき終わったよ。さばき終わったよ。何これ？刺身とか、カマとか。え？さばき終わった。見たい。刺身切るだけよ、あと。見して。いや、だけど、まあ、後で待って。後でって今切るんやろ？ちゃんとご飯とか炊くから。いや、ご飯いらないよ。もうやっちゃったの。やっちゃったって、だってご飯ないと思ったから。いや、だけど、待って、ちょっと。え？上で待って。ちょ、見たいよ。いやだからその時言うからちょっと待って。なんで隠してんの？いやまだちょっと仕込みしてんの。でその仕込みとか見たいんだよ、うちらは。いやしなくていいって。なんで？恥ずかしいから。いや別にいいから気にしなくて。チャーム字作ってやろうと思って。いやそういうのとか 見してよ。これね、アラ汁で、アラ汁取ったの。あ、これ何？アラ汁。アラ汁って何？だからさばいた後の骨。お吸い物これ。お吸い物のほどで、あのおしゃれじゃない。この汁で茶碗蒸しを作ったの？今から作る。でも泡すごいよ。今泡立て器で取ったから。え？泡立て器で。何してんのそれ？え、茶碗蒸し。エビ入れとったから。エビ見して。あ、それお正月の時のエビ？うん。え？冷凍保存。手洗ってないね。いや洗ってんやけど。だって乾いてるよ手が。洗い物当たり前やん。どうやって。じゃあどれで手拭いたの？タオルないけど。だってオーブンやってやろうかなと思ってるけど、もういいや。何？オーブン。あ、やべえ、バッテリーがない。ちょっとクソ。じゃあなんでかっていうと、あの総理なんか前にご飯作ってくれた時にね、あの手に陰毛ついさんだよね。洗ったって嘘つくんだよ。そんで覚えてる？そういうとこあんだよ、嘘つくんだよ。でこれ何すんの？蒸すん。あ、お水入れて。え、こんな大きな茶碗蒸し食えんの？やだ、でかいの好きやん。は？ちょっと待って、タイマー。ちょ、何？
ここさ、私の部屋こんな風になったんだ。ここ、あの、私が私の部屋じゃない、あの、去年住んでた部屋ですね、ここ去年ここに住んでたけど、掃除機とかがここにあって、そう、ここにベッド置いて、で、ここにあのテーブル置いて、三脚置いて、ここであのビーカーでお酒飲んで配信してたね。そう、ここ私の部屋覚えてる、みんな、うん、こんな感じになったんだ。これ何？氷製造。え？なんか何、形がなんか変わった形だね。ホテルみたいな感じの。これ？うん、ホテルとかあるやん、よく。なんか変わってるね、これ。ファミレスとか。こんな氷初めて見たけど。あるやん、ファミレス。いや、こんな氷で初めて見た。変だよ。いや、タイの焼き、タチウオうまいよ、めちゃくちゃ焼きだから。え、タチウオ焼き魚はいい、食べて、いいけ、食べて、いいけ、生食べたと思って。いや、いらない。いや、まずかったら俺が食べる。え、まずかったら。いや、いらないよ。もうつまんない、ほんとつまんない女やな。え、刺し食えよ、うまいんだから、焼き魚って。いや、いいよ。いや、こうやってちゃんと締めると美味しいの、塩とかちゃんと。もう俺最近焼き魚ハマってんの。そんなに美味しいの？美味しいはず。じゃあ、食べていいよ、総理。まずかったら俺が食べてよ。いや、食べていいよ。うるさい。タイの釜やっちゃうか。え、タイ何、タイの頭、頭見して、うん、これここがか、これ釜。え、これ釜、ここ釜。うーん、見して。うまいと思うよ。これをどうやって焼くの？塩で焼いたらむちゃくちゃうまいよ。うーん、じゃあそれ食べようかな。見して見して。スーパーで買ってんの？違う、まあ2週間に1回あの港から取り寄せてサービス入ってる。うーん、なんでそんなに気合入ってるのかもいいんだろう。あ、ここに刺身を寄せるんだ。乗せる乗せる。ただ米があと17分やから。いや、米はいいよ。で、いいから、米と食わないとうまくないんだよ。黙って俺の言う通りに従えばいいんだけど。もうそれをに全て合わせて作るから。で、今から何すんの？17分待つの。え、あれで何分なって、あと13分。どこに13分ってなってるけど、うん、あ、土鍋？土鍋は怖いからガスで炊く。本当はこれで炊くのが一番うまいんやけど、うん、土鍋下手なんだ。失敗する可能性もある。あ、まだ1回しか体験してない。だって前土鍋なんか食べさせてもらって硬くてまずかったもん。1回失敗したから。おお、失敗したから、うん、安全にガスで炊く、うん、今回はガスでも全然うまい。あの、私の誕生日さ、うん、あの土鍋の米食わしてやるって言ってさ、うん、あの1週間前から宣伝してたじゃん、うん、私に対して、うん、で、あの米食べたらさ、うん、めちゃくちゃまずかったんだよね。だから、 うるせえね、うまいって言ってきゃいいんだよ。嘘だ。あれ、ちょっとうまい時はうまいんやけど、うん、失敗する時はもう失敗して、うん、なるから、もう危ないから、今日はやめとく。え、あの刺身見してよ、刺身。刺身はちょっとあと17分後に出すから大丈夫。やっぱね、焼き魚ってね、余計な水分をね抜くのがポイントやな、最近分かってきた、うんうん、下準備するのがね大切なの、うん。もう今余計な水分抜いちゃったから、うん、もう旨味がプリプリプリ、もう凝集されてるね。それが、うん、頭が、うん、うん、それよくもう振る舞いよく来るの、
俺と気に来る仕事の年中の人に託させると、うん、いや何も言ってないのにやっぱりうまいっていうね。それ本当？本当本当本当。水分と仕込みやね、塩と、うん、結論ついたの。うまいんだよやっぱ魚って。うん、人間ってやっぱ火見つけたから、うん、生もうまいけど、うん、やっぱりすごいと思う。で、タチウオは何？どんな味なの？刺身するから。あ、タチウオも刺身にすんだ。そうそう、珍しいやろ。じゃあ焼かなくて。で、本当は焼いて美味しいところはベメさん、あ、エミに食わした。あ、そう。うん。すげえうめえっつって。なぜそんな裾ビリビリなの、服。ね？服が。これ？うん。ジンちゃん。ジンちゃんに噛まれんの？ジンちゃん。全部？うん。だからもうこれもうズボン全部5着やられて、あと1着で外に出られなくなる。舐められてんじゃん。仕事に行けなくなる、うん、舐められてるよ。そうよ、うん、でも俺舐められ、あの性善説で 犬とも付き合うから、うん、あのいずれジンちゃんは俺のことをに、うん、気づいてくれると思う。もう刺身切るか。うん、切ってよ。とりあえず。うん、そんな盛り付けとかやめてね。俺盛り付けの専門家で、あのその調理師じゃないから。うん、で今日は何？タチウオと。え？お刺身で。ほうぼうと。ほうぼうと。タチウオと。うん。タチウオ調子こいて炙っちゃう？うん。いや炙らんでいいよね、やめとこう。なんで？いや分からない食い方。皮があっても多分食べれたね。ちょっと炙ってみる、冒険で。見して、見た目。これほうぼう。え、そんだけ？そんだけだよ、お前。あれ、包丁どこにあるの？え、こんだけ？ほんと指しかないよ、これ。ちっちゃいね、この魚。これもう、あの、別に切んなくても、うん、ちょ見えない、こっちから。ちょ切ってるとこ見たいんだけど。ちっちゃいね。うん、この魚ちっちゃかったよ。で、これ、あ、これタイ。え？はい、でもうちょっとハラミはいいや、こっちの身の方見して見して、うん、これ多いやろ。あ、そうや、それでやっと普通の。いや普通じゃないよこれ。何？普通じゃない？え？これ普通。ちょっと私切ってあげるわ。ん？うん、私切るよ。なんでカメラ映しながら切れるの？あ、そっか、じゃあいいや。こっちかな、間違ったかもしれない。これさ、もう酔っ払ってるから。うん、これさ、うん、なんか食って、びっくりするから。このうんこ何ってコメント来てたよ。生姜。生姜切るんだ。タチウオ。ちょっと味見する？やめとく？待ってほしい？この端、これ食べる？え？端。これ。お醤油は？お醤油はね、白身はやっぱね、九州のね、うん、あれで食ったらうまい。これはタイです、タイ。白身、これ九州の。あ、本当だ、今日あの機嫌いいね。今日あの、うん、これ食べて。今日当たりだわ。じゃあ、いただきます。
これ九州の醤油。ちょっと待って。じゃあこれいただきます。総理がさばいた鯛。新鮮やろ。あ。新鮮やろ。手巻き寿司とか違うやろ。また感覚が。うん。甘い。うん。美味しい。うん。確かに。九州の美味しい。違うやろ。マグロとか手巻き寿司とかまた違う感覚やろ。そうだね。これお米で食べるもんじゃないね。お米と食うと本当は実はめちゃくちゃ合うの。違うやろ。手巻き寿司と違う。まあそうだね。赤身とか。これはきっとお酒とかで食べたら美味しいんだろうね。うん、でそれ何？タジウオ。見して。なんで隠すの？ここで見せていいんだよ。これ炙ったりした方がいいんかな。もうほんとわからん。これはもう俺もどうしたらいいかわからんけど、ただこのままでも食べる、これハラミ、これ普通の身。これこのままこう手であれして、ちょっと一回切る。え、切る。まあまあいいや、すべてあっちで。うん、うん、あのさ、そういう私実はさゆりめっちゃ好きだったの覚えてる。うん、知ってる。サヨリを大量にやってよ。うん、今季節なの、サヨリって。え、サヨリって季節なの。この炙りたいんやけど、もうやめとく今日は。なんかすごい光ってておもろい、これもうこの焼き魚うまいよ。いいよ。でも俺タチウオの刺身って初めて食べるの。今日食べた。美味しかった。まああんたどう感じるか。まして M はうまいって言った。なんかおもろ。俺こういうカバン持ってた、この柄の、うん、ね、うん、マジで。食べて一匹。いいよ。で、まあ、じゃあこれ食べてみようかな。ねじな、これ。あ？ねね、箸ないの、箸。俺手洗ってないんだよね。それ何？これねじな。見して。これ。これうまいと思う。完全なぐらいの。なんか全部似てるね。似てない色。え、赤いやん、これ。これ赤い身やん。ちょっとまだ切らないでよ。俺が今から味見するから。これね、生姜で食ったらうまいかもしれない。え、生姜でね、本当は。じゃこれいただきます。あ、骨がすごい。骨がすごいね。たまたまやな、それ。え、骨がすごい。たまたま骨が多かったと思う。他は抜いてる。うん、おいしい。でもうん、こんなさ、うん、新鮮な魚食わんやろ、居酒屋だ。居酒屋じゃ無理だね。うん、そう、だから M がもううん、無理って言ってたね。これ他のこの日高級な居酒屋、あの日本料理屋行ったけど、ね、麦茶ってさ手作りしかないの。うん、普通のお茶とかないの、オーソドックスのお茶って、あのこう開けてパキッて開けるやつ。そうそうそう、そうね、ないんだ、うん、全部手作りか。うん、ちょっと喉乾いたんだよね。手作りはあるよ。まあ手作り、うん、いいよいいよ。だから上に上がで、うん、これが刺身。なんか腹減ったらまた切ってやる。うん、でこれ茶碗蒸しいつやんの、これ。いやだからもうあと2分から火つけようと思って。いやもうやっちゃえば。だってもうカットしたし。ご飯で食ったらうまいよ。ご飯と一緒に
いや、いいよ、ご飯は。いや、いいから食べろっつってんだよ。ご飯と、ご飯と食った時に分かるよね、意味が。わさびは？わさびはあるけど、ここ。え？うん。でも同時にやっちゃえばいいのに。え？同時にやるんやけど、ご飯ができた時に全部出来上がるようにしようと思ってるだけ。うん。わかる？わかんない。ご飯のあと20分後に出来上がる、できるのよ、計算上じゃ。で、今日酒どんぐらい飲んでんの？ウイスキー1本ぐらい。ウイスキー1本？うん。ほんとよく飲むよね。先生怒られるよ、これ。だからもうこれで今日終わって終わり。また2週間。え、あのさ、うん、イニシャル K、あの、あそこのさ、いつか行きたかったけどね。あそこうまいやろ。あんこう鍋、さ、うん、行かない？え、別に行けよ。うん。で、飲まないの？飲む。今日は飲む。明日から飲まない。また明日から1週間以上飲む。やっぱあんこうまいんだよね。そこちょっとみんなにまた見せてあげたいわ。ちょっと今日そこの大将に、うん、イワシのさばき方ちょっと聞こうと思って。この前イワシさばいたんだよね、総理。はい。あのさ、松本人志の件どう思う？あれ、うん、あれは本当に難しい、もう本当に難しい話よ。そんだけ？あの件、うん、俺の感覚で聞きたいの。うん。いや、大丈夫、俺社会的に地位失うかもしれない。いいよ、死ねくそ、女と女文集も含めて。だけど、うん、あの男がやっぱケチすぎたんだよ。まあね、お金とかちゃんと渡して、うん、ちゃんと優しく、あの、なんとかたけしさんみたいにね、うん、でも総理も金ケチじゃん。俺そういうのケチじゃないよ、本当に。僕もう払いましたって言ったらもうすぐ3倍ぐらい金払うよ、もし本当にそうだったら。だってなんとかたけしっていう人もさ、妊娠しましたって時に金喫茶店で渡す時の話のネタしてたけど、やっぱ金渡しながら悪いなと思いながら、やっぱ香水の顔とか胸元見て、もうちょっともう一発やらせてくれねえかなと思ったとか、そういうネタしてても訴えられてないな、話。それは昔やん、もう今と時代が違うからね。いや、今は言えんけど、うん、だから8年前やろ。あのなさ、長渕剛がそういえばさ、暴露されたね。何を？知らないの？長渕剛が、あの、女優を監禁レイプしてたんだよ。いや、別にその暴露がいい。監禁レイプして、うん、で、なんかそれをそのなんか引退しちゃったんだけど、昔のアイドルなんだけど、うんうん、その子が、うん、あの SNS で、うん、実はイニシャル N にそれ やらされ、なんか、うん、そういうことをされて、あ、だからもうここで終わるって。そしたら長渕剛引退した、その後、うん、でもうそういうの終わる、それ見たらみんな芸能人、若林志保、それやったらみんな芸能人引退しないから。政治家も偉い人もちょっと米炊いてくる。そう、あれ長渕剛。え、何これ食べていいの？このタイがね、美味しかったな。タイが、いただきます。あ、なんか料亭の味、おいしい。タイがね、一番おいしい。でもね、これで、うん、俺がちょっとなんか簡単な意味言うけど、うん、クソリベラルどもが、うん、危ない、危ない、危ないよ、やっちゃった、うん、問題ない。え、冷戦が終わってクソリベラルどもは、うん、多様性とかなんかいろいろやった、すごい甘くてプリプリ。やめて、それ。な、何？できてから食べて。だから奥が深いね、この話は、うん、
だけど反動来ると思うよ。何が？こういうことが嫌な人間がアメリカで、うん、トランプ大統領を支持してる。こういうわけのわからんセカンドリップぐだ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 の。いやでも中部剛は結構やばいよ。マジで監禁してレイプしてて。じゃあその時警察言えばいいよ。あの脅されてたの。じゃあ脅したら刑事裁判すればいい。あの東京湾に沈めるって言われてたらしいよ、うん、だから言えないんやない。刑事裁判言えばいいです、うん、言えるようになったかもしれんけど言えばいいんや。言わなかったんやから今さら言うようになってたの、うん、今さら脅されたとか言うようになってた。いやそれはかわいそう。かわいそうなんかそのさ松本人志のさあれはなんかもう援助交際でさ、いやいやあの本当に沈める人に、うん、いや中部出会ったら、うん、今だから言えるなんて言わないよ。本当に怖いんじゃない。中部剛だったらさ、いや言ってないとだけど、そんなやつ近づく時点で終わりよ。さすがに松本人志のは同情するけど、最低芸能人になろうと思ってる時点でもう頭おかしいやん。そんなあるよ、そんなヤバい人たちとやらないか。普通に考えて松本さんはそんな世界にいかんもん。それはあなたの ただの偏見。そうよ、そういう終わり。うん、まともなやつは行くわけねえあんなとこ。今はまともやと思うけど、今昔の時期に親がとか普通のまともなやつは大反対する。普通のまともな家やったら。リベラルの連中の最後の抵抗だよ、うん、だからそういうのはもう最後リベラルの行き過ぎた最後のあれだよ。あ、ねえねえねえ、あのさ捕まったね。食べる、もう今食べるの我慢しろよ。え、ご飯だけできるもん。なんかさあれ捕まったね。なんだっけ名前。え、名前なんだっけ。あの70代でさ出てきちゃった人なんだっけ。名前霧島さとし。霧島さとしって人が見つかったのめっちゃびっくりした。あれさ交番とかで見たことある人。ああね、深川清に似てる。うん、おいしい。ねえねえ、霧島さとしって知ってる？なんか昨日捕まった爆弾の人？そうあれって何なの？俺知らないんだよね、うん、もう知っても仕方ないよ。え？もうそう、俺も知らない。知らないの？うん、俺が3歳ぐらいの時。あ、そんな昔？うん、うん、そんな古い時代なんだ。うん、ちょっとね、それがやめに食べるの。いや、美味しい。美味しいやろ。美味しい。マグロとは違う、また美味しさあるよ。そうだね、なんかこう分かったやろ。分かる。俺、うちの父親が昔魚釣りした時に、うん、食べたような魚の鮮度。なんかこう、まあ寿司屋で出すとこれ、そう寿司屋からするとこれ、うん、まだ寝かしてないとか。握ってくれたらさ。握れん、これ硬すぎて。え、硬すぎて寿司屋では握れんから。うん、寿司屋ではこういうのはあの寝かしてないって怒られる系の魚なんです。寿司屋はここで寝かせるんです何日も。なんか握れるようになってほしいね、総理ね。いや、この魚は握ったらダメよ。そうかな。だってコリコリしすぎてシャリと合わない。それが、そう、コリコリしてて美味しいやろ。うん、これだけ、あの 何寿司ってあの烏山で俺コリコリしたやつが好きなんですから、うん、お前知らねえんだよ、お前魚のことをよとか言ったから、うん、でも福岡ではコリコリした魚のものが受けてたんでしょったら、うん、お前そんなの知らねえんだよ魚のことって、めちゃくちゃ怒られて、うん、
だけどさ、じゃあ福岡 の魚も寝かせりゃ美味しくなるんやけど、うん、じゃあコリコリ寝かした魚をまたコリコリ戻すったら戻せんや、鮮度やから、うんうん、寝かしたっていう話言うけど俺からしたら古い魚やと思って、うん、寝かしたから、だから別にどっちでも頑張時間経てやなコリコリなくなるからね。俺ね歯ごたえがあるのが好き。好きやろ、うん、これ寿司は嫌うの。これが美味しいのにね。っていうかもうご飯できてその上でやる前にもう全部食ってくる。また切ってほしいの刺身。え食える、まだ。いやこれでいいじゃん、お米もうできたんじゃないの。うん、これね、あの前の分だね。ソリも食べる？いや、俺もさっき食べたので、実はあのさっきパーティーしてたらしい。で、残ったから食べてくれって。残ったじゃなくて、まだあるんだよ。俺、明日とか食べようと思って、うん、ちょっとやめても、ちょっと上でちょっと食べて。味、それ、ほんと行儀悪いよ、それ。え？ほんと行儀悪いよ。そういうとこちゃんと我慢しきらないとダメよ。じゃあ米炊いとけばよかったじゃん。いつ来る、30分後に来るって言ったら30分後に合わせてやったんだ、うん、だからもうちょっと食べるのやめ、ちょっとちょっと怒鳴らないで、うん、ご飯できてから食べに。ちょっと怒鳴るのやめて、本当に。刺身切るか、まだいらん。いや、いいよ。ね、お茶ある？お茶あるからちょっと待ってて渡すか。全部米がつけるように、あの、あ、間違った、反対側から焼いちゃったよ。何やってんだよ、何が。こっちからやかなかった、焦っちゃう。だこうやって酒飲んで喋ってコーンスープがこうやってミスるんで。お茶はどこにあんの。お茶って温かいのがいい、冷たいのがいい。温かいのって何。なんかいいお茶があんの。これとか。え、玉茶とか。あー、じゃあ、あ、でもお湯ってティファール。ティファールじゃない。あ、味も冷たいお茶がいい。うんうん、麦茶、それじゃ麦茶や。麦茶でいいや。あ、無料アイテムありがとう。無料アイテムお願いします。おいしい、総理の老後なんか見るわけないだろう。ちょっとやめてて、それもう下品やから。もう味見したの。なんでもう、もうやめねえ、お酒飲む。これ俺が飲むね、俺の買ってんの。今日までしか飲まない。お宅にね、下品って言われたくない。でも何してんの？どういうこと？何してんの？いや、蓋があかんし、ちょっと水入れてもう一個ポッ、麦茶のパック入れる。え、それ何？無理じゃん。それ、飲むの？え、これ飲まんの？何それ。衛生的に別に何も問題ないよ。ふくぽっと。もうちょっと何も手入れてない。ほらほら、麦茶。冷たい麦茶飲みたいの？うん、大丈夫で、衛生的に。魚もあと 1,2 分でできるね、うん、魚食ってん。焼き魚めちゃくちゃうまいから。どうしようかな。何この箸の取り方。え、俺が渡した、これ。うん、そうだよ。何、え、
色そって揃ってなかった。なんか最近潔癖症になってきたの、こういうの我慢できなくなってきた。渡されたよ。いやそうじゃなくて、なんだろう、私別に水出しの麦茶がどうとかじゃなくて、これ何日前のなのかなとか、そういうの考えてたの。これ毎日飲んでるから、うん、間違いなく昨日か今日、うん、これできたの。できた。うーん、茶碗蒸し、エビが一匹。私は どうしたらいいの。上に行ったらいいの。そうそう、上に行けばいいんだよ。そのピリピリした感じやめて。こっちもピリピリしちゃうからね。え、ね、うん、ピリピリしたくない。でも分かった、あのマグロと違う楽しみ味わえたの分かってくれた。そうだね、うんうん、分かったやろ、うん、なんか手巻き寿司とかあのギャルみたいなことじゃない食べ物食ったよ今日、うん、で、コップは。え、コップは、それこれどうしたの。これこれ私のだじゃない。え、あんたのは。こあー、これ前買ったわ、このコップ。これ違うって、あの前の、うん、俺ん家に居候してた嫁が。違うよ、これ私が買ったんだよ。あ、あんたの。そうだよ、うん、そう、ダイソーで買った、これ100均で。いや、持ってくなって言われてたから懐かしいなって思って。可愛いよね、これ100均だけど、オーロラで。じゃ上上がって。え、もうご飯もうすぐできるはず。なんか手伝うことある。ない。え、ない。いいよ、手伝うよ。いいの。え、手伝わなくていいの。うん。米は、この上で炊いてる。じゃあこれだけ持っていて、これと、ん、これ、これと、これ。これここに置けばいいじゃん。置けるとこある？ああ、茶碗蒸しのとこ。ちょっと怒鳴んないでよ。いや、びっくりしたから今。そんな怒鳴るの？いや、だから茶碗蒸しでこれだけ持っていて、俺これ持っていくから。じゃあこのしゃもじ落ちちゃうから。いや、それは落ちないって。じゃあいいよ、これ持っとく。これ茶碗で持って。金ちゃん。あ、金ちゃん。会いたかったの？金ちゃん。あのね、金ちゃんね、階段上り下りできないビビリだからね。よいしょ、ちょっと待って。ちょっと待ってね。本当にいいの。ジャンプ。よいしょ。福ちゃんにそっくりだね。ねえ、こんにちは、じんちゃんです。つい最近あの1歳になりました。じんちゃんです。ね、じんちゃん。この子つい最近まで0歳だったんだよ。すごいでかくない？ねえ、この子、おすおす、すっごいすばしっこい。ご飯いいか、ブラシ5分早いけど。あ？
飲むの早いけど、うん、お前、俺大丈夫で映らないよね。うん、映ってないよ。あ、こら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 、もう、ブラシ、うん、あ、火入れるの忘れてた。え、もういいよ、米もう遅いよ、待てない。うん、じゃあ食べて。あ、マー君、ありがとう、マー君。なんか、いいね、風情があるね、風情が、うん、じゃあ、りーちゃん、寝られたので、ね、この茶碗蒸しを食べてみようかな。茶碗蒸しは、うん、ふっ、じゃあ、ね、ポン酢あるの、ポン酢。うん、え、魚の出汁から取ったから化学調味料使う。ああ、いいじゃん。ポン酢は、ポン酢、うん、ポン酢いらんと思うよ。なんで、はい、だってお魚、私ポン酢好きだけどね。でももうかけられ、いや、ポン酢の魚、レモンの粉かけてやろうか、焼き魚に。え、あ、田舎に泊まろうで出てきそうなあれだね、だって。じゃあこれいただきます。箸、箸、箸。え、これ、これをまずほら、エビ一匹だけ。これ。それうまいと思うよ。あの魚の出汁。これが。あ！いただきます。魚の出汁だけよ。魚の出汁でね、作ったらしい。あ、上手じゃん。ちゃんとプルってなって。こら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 。いただきます。化学調味料なし。あ、すごいさ、ね。ちょっと待って、どうやろうか、化学調味料なし、美味しいやろ、爽やかな。疑ってもう一回食べたけど、めちゃくちゃ味薄い。マジで、うん、すごい味が薄い。俺はそれちょうど良かったんやけどね、味舐めた時は。味の素かける、ん、味の素かける、いやいや、味の素振って食べるのもね、薄い、俺ちょうどよかったね。なんか卵の味がする、卵、まあ卵だしね。だし感じる、え、だしは感じる。いや、あんまり卵をなんか、あの蒸した卵、溶いた卵を、じゃあもう、だもう目玉焼き食ってる感じ。目玉焼きっていうか、タバコ吸いすぎてんじゃない。いや、私タバコやめたよ。いや、その電子タバコ吸いすぎてない、今日1本しか吸ってないし。俺全然いけると思う。いや、別にまずくないよ。まずくはない、全然まずくない。じゃあ塩気があるってことやね。塩気はない、塩気がなかったらまずいから。いや、塩気ないな。いや、まずくはないっていうことは味はあるんだ。いや、味しないね、でも。じゃあ、そしたらまずいよ、通常は。ちょっと食えたもんじゃない。いや、別に まずくはないじゃん、別に卵ってさ。じゃあ、ちょっと、うん、味の素かける。いや、いいや。じゃあこれ食べます、このタイね。うん、まあ、まあ一般的に ここが一番身があるから、うん、大変やね、そっちから食べるの大変かもしれない。だから、あ、私さ、大好き麺、こら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 、この麺玉大好きなんだよね。あんまり入れてないかもしれない、麺玉。あ、これちょうどいいね、麺玉がすごい好きでね。じゃあいただきます。うん、まあちょっと半生だけど、あの麺玉って頭良くなるんだよね、うん、あ、食べれない人もいるのか。うん、コラーゲンで、コラーゲン、うん、私はあの食べれる。で、どこが美味しいんだっけ。もう普通釜やね。え、釜が一番身がある。釜ってどこ、ここ、ここ、あ、ここ、うん、裏から行った方がいいかもしれない。裏から、どっちでもいいよ。何やってんの、次は今度はご飯かけたらいいじゃん。あ、ほんとだ、裏美味しそう。
やっぱみんな総理好きだね。総理と私の掛け合いが好きなのかみんな。じゃあこれいただきます。タイ、これタイ、これ醤油つける？つけてっていいよ。塩、え、塩全然味付けしちゃう。薄い。うん。いや、なんか自分舌ちょっと大味やないの。いや別に、いや私普通に焼き魚とかってさ、あの醤油つける。ポン酢が好きだね。ポン酢がじゃつける。うん、あるんだったら食べたい。いや、そんな食い方しないんだ。ほんとなんかこう塩とかをこう、うん、表面にかけてる塩をこう、え、大丈夫これ。あ、舌多分壊れてる。あのさ、好きに食べさせてよ。いや、なんかあの粗塩かけて、うん、かけたんやけど、いや、私も素材がすごいよく感じたら、うん、これこれ素材いいよ。あのわさびとかね、そういうので食べるけど、いいの直でかけていいよ、うん、食べたいの食べていい。これが美味しいじゃん、やっぱり。あの舌壊れてるよ。なんか豚骨ラーメン食いすぎてんじゃん。あら、ポン酢が美味しい。うん、え、なんでそこまで誹謗中傷されなきゃいけないの。ポン酢をかけただけで。見たことない。いや、見たことあるだろ。いや、結構塩かけたんだけどね。うん、塩味するけど、私ポン酢が好きだからさ、あの味が薄いとかじゃなくて、ポン酢で食べる焼き魚が好きなんだよ。だからレモンの粉とかあったのよ。天然レモンの乾燥レモン。何？乾燥レモンの粉はあるの。マイちゃん飲まない。あ、私イベント中は基本飲まない。あと総理といる時飲まない。昔なんか殴り合いになったことあるね。お酒飲んでてうちらね。知らない。オタクと。キイちゃん。危ないんでうちら飲むと。本当に殴り合いになっちゃうから。でもうまいやろ、タイ、これも。美味しい。だって刺身食べれるんやから。うん。まずいわけないじゃん。なんか成長したね、料理のなんかグレードが。した。うん。わかるの？え？わかるの？で、こ、だってさばいたりしなかったじゃん。昨日なんかあの、うん、M さんに、うん、ロールパン作ってあげたから。え？ロールパン。あと、あんたさ、この前さ、あの稽古にさ、言っとけって言ったじゃん。あの俺の連絡しかとしやがって、あの女に言っとけって言ったから俺言っといて、敬語に、うん、次連絡してきたら警察って言っといてって言った。俺いいよ、それするしないの。まあ一応それ伝えといてって言われたから。うん、うん、だからお前本当にあの騙してタンプレかわせやがって、調子飲んだやつ最後言っといて。え、騙してタンプレかわせやがって。でなんで私がさ、あの、いや、お前がそこまで言うならもうそこまで言ってくれ。自分が言えばよくね、でも死ねって言ってくれ。いや、言わないよ、だって俺も消したから。いや、LINE あるよ。いや、LINE 消したから。トイレのなんて言ってくれ、クソクソ。ちんちゃん、家警察や、呼んでみろと。え、ゴミ、ゴミとか言うなよ、ゴミ。そうするんだって。うん、ゴミとか言うな。いやいや、別にゴミとは言わんよ、普通だったら。別に、あ、僕が余計でしたと思うけど、お前その物高い金買わせるよくそんな。だってそれ自分が買いたくて買ってあげたわけじゃん。違う、買いたくねえよ。じゃあ買わなきゃいいじゃん。突然来てさ、うん、お菓子渡されたんよ。でもこれ 何このお菓子って言ったの、うん、俺もとっくにもうおじさんですっかり忘れてたけど、うん、でバレンタインっていうお菓子やった。なんで俺こんな駄菓子、お菓子みたいなのチョコお菓子くれんのとか言ったのよ、居酒屋で。うん、うわ、すっかりもうそんなこと忘れてたから。うん、いや、これあれやあれやってさ、うん、あ、そういう意味ってなって、
俺と本当俺駄菓子もらったかと思ったんだよいきなり、うん、飲み屋で、うん、なんでこんな菓子もらうんだろう俺とどんなあれやと思ってでそれで帰とか言ったから、うん、まあそんな言い方もまあそれは帰はぐらいしてないと思うよいや帰ってたんだよ帰って言ってじゃあなんでそんな今日、まあ、それはもう本人の名誉のためにあんま言わないけどそのあたりの話いやいやじゃあさだから買ったんだよじゃあ仮に帰って言われたってことはそれ脅迫だよ脅迫稽古は脅迫したってこと脅迫じゃないやろうん、いや買えって脅迫だよいや買わないと男じゃないなって思っただけだからそれで買ったのはオタクやんだから買わないと男じゃないなともう思わせるような詰将棋してきたんだよだからそれは後々になってうるせえが黙っとけよお前いやそんなことしなくていいのよお菓子とか渡したりとか俺なんかもうあのソリ再来週バレンタインだねん再来週バレンタインだよね来週再来週うんあげるいらないえいらないなんでえなんでただものただほど怖いものないからあげるねいらないたまにはお返しいらないしないといけないからいらないあ、美味しくて完食した美味しいやろ。うん、焼けたかな美味しい。だけど本当ポン酢で食う。いや俺の仕事の付き合いの人とか、うん、本当なんやこれとか言いながらこんな汚い食い方とかせずにまた食いに行きたいとか言ってくる。だってその人にとって俺に何のりこのねタイが一番美味しいかな。これタイが美味しかった。これ、じんちゃんなんか違うこと分かったよ、うん、とにかくあの手巻きにする刺身もあるけど早いね食い方もうちょっとゆっくりご飯今できたからえゆっくり味わいながら食えこれ何普通の炊飯器じゃないねじゃないよこれ何これ美味しいのそれガスじゃあ一口だけ食べようか早いんだよあと5分せめて5分待ってくれ蒸らしっていうのがあるよこれ蒸らしっていう時間があるんだよ日本でご飯を蒸らすっていう、うん、ガスって美味しいんだへえ。でも本当あのドマドんあのごめんドマドじゃねえやねえねえこれ見てよなんかそこの会社と仕事したな昔そこの会社と仕事して、うん、あんまりちょっとトラウマだよこれ去年だね去年の秋かな多分秋それあれやろんそれあれ何これキャラクターが売りなのそれ会社が売りなのこれあ違うね何がこれ可愛いよね。すごい気に入ってるあの今までもらった賞金の中で一番気に入ってるかもしれない。あ、そうごめん。ごめん間違った。まさかあそこの会社だね。ふわっちやねそれ。何の会社だと思ったの？一瞬なんか間違ったね。あの MTV かなんかと思ってさ。うん。ふわっちか。うん。この犬もう福ちゃん。福ちゃん全然この犬に追いつけなくて、うん、この人昼になると狩りの練習するんよ、うん、これ、うん、福ちゃんにもう目がけて攻撃して狩りするんよ、うん、でもさ福ちゃんも10分でもうへばって、うん、でも徹底的なんだよこいつ悪いな偉いねでもおとなしいじゃん吠えなくてえ吠えなくておとなしいじゃんね。俺以外は吠えないよ。え？あ、吠えないよこの犬は。あ、これ機長さんも来てたんだ。うん。私が今日持って帰る。ん？この犬と一緒に横で寝たらもう可愛くて仕方ないと思う。だってもう。
とか言って言われたんです。もうとかもうずっと夜いるの。夜、うん、うるさいじゃん。せっかわいい声で、もう どんな声で、こうってさすったらもうとか言って、これ今こう活発なの見えるやん、うん、夜なんかもう全然変わるの。あのね、表現力がもうやばいね、これ。どんな風に？もう帰ってきた瞬間のあの、うん、もうジャンプ、本当はやったらいかんから、やめろ、ケルニアになるからやめろって言うけど、うん、もう1メーターが飛ぶ、これピョーン、もう30回ぐらいして、やっとこう落ち着くね、俺が。俺がいなくて寂しくて。なんか、ブスカーで可愛いね。そう、あの、なんか犬っぽいね。もう、福ちゃんって可愛いやん、声とかも。服？あの散歩ってさ、はーとか言うやん。これ全然言わない。言わない、偉いよね。言わない、全く言わない。うん、でも夜になると、うん、って言うね。今日突然夜になると言い始めるこれ。昼は絶対言わないんだよ、これプライドで。可愛いね。すごいやろ、この表現力が。うん、自分近いよね。私、うん、私似てんの性格。似てる、行動性障害これ。どんなところが？いやだからもう似てるって、私に性格が、うん、どんなところが？こいつ、うん、まず階段降りないけど、うん、外っていう幼稚園で深いとこあるけど、外っていうドア開けたら本当飛び出していくから。知ってるよ。だからお前と一緒なんや。これ負ける時はやばい、あのやらないけど、自由になった瞬間にガーってもう行くタイプだから、うん、階段降りれないから。私が似てるって可愛いってこと？階段降りれないから。可愛いってこと？階段降りれないくせに外もう出られないと思ったら外は飛び出すんだよこいつ。私が可愛いってこと？いやいや、だからもうお前はもういいから刺身食えよお前、腐るから。だからてめえ米得意って言ったら。あ、そうか、米と食うのがね、うまいんだ。あとお前食えよ、チャーハン。ちょっと味。チャーハン全部食べていいよ。あ、これが薄いんだ。うん、いやいや、あの普通にちょっと臭い、でも生臭い。 あとね、臭いなって思ってた、うんうん、茶碗蒸しが。あの生姜とか入れるの忘れてた。そう、臭いなって思ってた、うん、生姜入れるのは忘れたけど、うん、これ薄いってなったら。いや、だって普通に考えて、あの魚をさ、あの例えばあの酒蒸し、なんつうの、これ冒険やからいい。あのお茶、お吸い物ってさ、お魚でをにあれ塩とお酒でやってお吸い物じゃん。あれでも塩なかったらただのちょっと臭いしさ、そんな感じ、うん、まあ、正直言うと まずいそれ。臭い、うん、でも味は薄くない。正直まずい。まあ、これまずいね、うん、で無理して美味しいって言ってたじゃん今だから、うん、なんでそうやって強かった。ほら、うん、これちょっと冒険すぎやね、うん、あのまずい、まずい、あの忘れてたんだよ、うん、突然来やがったから。正直まずい。言い訳していい？言い訳いいよ。突然来すぎて。いやもういいって。30分後なのにいきなり15分後に来たから。え、神社ダメ。あの全てが狂ったんだよ作戦が。ね、その米、何この変わったやつさ。あ、そんないらないけどね。うん、やっぱ刺身ってで、この米って何、美味しいの？いや、美味しくはないけど、そんな、まずくはないと思う。なんでその変わった炊飯器の形さ、なんでそれ、何個炊きできんのそれ。こらこらこら、5個ね、ジンが狙ってるよこのお皿。いやだ、これだってこういうとこの身取らな。うん、食べな。そも雑な。これはまずかった、確かに。茶碗蒸しちょっとやりすぎた、うん、そう、まずい、うん、まあでもまずいって言う。二度とやらない。まずいってやる。二度と近づくな。いや、意味がわからん。近づいてもないし、別にね。でもこうやって食べれば。まあでも二度と作んないで、それ。いや、ただ葉っぱ入れたら。ね、キモいって。それ何、ちょっと見して。米入れた、それ茶碗蒸しに、うんうん、これ多分これでいい。いや、あのさ、塩とかさ、醤油とか入れた方がいいかも。いや、ポン酢とか入れなくていい。で、向きになって臭いだけも。
で向きになってんじゃん。あ、これは美味しい。やっぱなの向きになってるよ。いやいや、もうこれでこらこらこら、ね、ジンがほら。じゃちょっとお米とじゃあ、これうまい、これはうまい、食べるか。これ米と入れたら全然大丈夫、臭み。で無理してるよね。いや、ほんとだって嘘つくんだよね、俺が食わないって。臭みが、うん、絶対美味しまずいよね。でも刺身と一緒食ったら分かるよ、うまいよ米って。いや米は、じゃあいただきます、これいただきます。なんかやっぱ刺身、米、刺身と米って大切やと思うよ。うん、あの美味しい、美味しいよ。なんか健康的だなって感じやろ、うん、え、なんかこう田舎の朝を思い出すのかな、わ、うん、かる、田舎の朝。なんかこの後温泉入りたくなるような、わかる。あらじ、あら汁はだってえ塩で、あ、あれ何なの、何が、あら汁はってコメントあるよ。まいちゃんイベント頑張って、ありがとう。あら汁はあるけど、うん、あら汁はこいつなら飲まないなと思ったから、だから最初からあら汁はあるけど、うんうん、まあでもいいや、無理しないで、何もしないで、あのコシジ、あ、ごめん、うん、なんか行きたいって言ったら、うん、無理する必要ないな。今ね、今でもご飯と刺身うまいやろ、素朴で。うん、刺身とだけじゃ、これこれ、あ、じいちゃんが刺身だけではない、なんかこうなんかあるやろ、なんか旅行の定食屋に入ったやろ、素朴な味がして、うん、じんちゃん、ね、ほんと大変だね、これ、これやっぱさ、ダックスってさ。でも、福ちゃんのすごいのがさ、瞬間負けるやん、じんちゃんに。ん？じんちゃんに。うん。でも、餌のことに関してだけはもう、ほんとにじんちゃんがビビるぐらい、うん。威嚇するよね。そうだね。あの、骨とか。うん。その時ビビるんだよ。突然ジン、福ちゃんの人格が、ジンちゃん持っててくれない、人格が変わるから。ありがとうヘモグラビン、頑張ってね、ありがとうなあちゃん、ぼーちゃんもありがとう、平らげたよ、うん、お米残りやろ、ちょっとこれだ、ちょっと箸ちょうだい、壁の越しのやつを見ながらご飯。あのさ、汚い食い方だねこれ。ねえねえ、電話するからさ貸して、ちょっと携帯これしか持ってない端末、ちょっと店開いてるから電話するわ。今何時ですか、食い方だこれを、もう、うん、まともな家の男やったらもう、もう一発、ねえねえ総理ドン引きするよね、これよっさんに似てるって言われてるよ、んよっさんに、ありがとう、よっさんって人、うん、よっさんのことどう思う、まともなこと言ってると思うよ。どんなとこが、ん、どんなとこが、こびてないところはね、え、こびてないよね、私もこびてないよ、やっぱこびなきゃいけない、あ、お金稼ごうと思ったら、うん、だからよその配信見てんの、いやちょっと2、3回ぐらい、アイコ吸っていい、2、3回ぐらい、アイコ吸っていい、うん、
それ何、動物には何も影響ないの？わ、これはあの煙とか影響ないの？じゃあ、わかんない。でも、あれがない、ニコチンが入ってない。もうあんたのそれすごいよね。そういう中途半端なあの寸止めでできるからね。あ、アイコスってこと？俺とかもう徹底的にやめなダメなタイプやから。そんなの吸ってたらもうダメなタイプ。ねえ、でじいちゃんがずっと食べてるよ、ペロペロと。ほんと汚いね、食い方。もうお母さんこうやって娘の食い方が汚いって。だってあのお宅に言われたくないよ。俺は汚いよ。じいちゃんと一緒に焼肉のタレ舐めてたりとかね、床のとか。ちょっとこれだけ見といて。ちょっとあのお室に入れてくるから。でも刺身の鮮度の高い刺身の意味分かったよ。それはね、なんとか時代では味わえないような刺身やろ。いい店行っても出てこないような刺身を味わったやろ今日な。それ言ったらいかんない。これはじんちゃん、ああ食べた。これ今から保存します。これもう全部下やろ。じゃあやりたいけど、じゃあ手伝ってよ。これせめてこれ持っていく。じゃあ往復しな。じんちゃん見張ってないと怖いから。見張らない、いらねえや。お前それダメやろ。茶碗蒸しにご飯入れて。それじゃまあ男つかんぞ。食べる方が汚いよ、だって。お前俺こんな使わせるとは。あ、そういえばさ、たくまと別れたよ。え、知ってるか。雑談の見てるか。誰が。あ、豚ちゃんありがとう。待って、それ前から言ってたよ、ずっと。あ、マークありがとう、マーク。じゃあここがね、漏れないんだよ。なんか照明がなんかここだったらいいのかな。めちゃくちゃ漏れないんだよ、ここ。ここに、ここかな。なんか、ここはなんか嫌なんだ。そうそう、雑談チェックしてるからね。うん、2個5倍ありがとう。あ、Aちゃん10個ナイス。Aちゃん2個ナイス。Aちゃん2個ありがとう。2個ありがとう。 A ちゃん2個ありがとう。 A ちゃん2個。ありがとう、 A ちゃん。ありがとう。ほら、まあ行くか。アイちゃんもありがとう。無料アイテム嬉しいです。もう老けたなって、うざいな。ブロックしよう。うぜえから。あのなんか外見のやつうざい。あ、くみこちゃんもありがとう。血液ください。あ、そうだ、お店に電話したいんだ。あ、ありがとう。あ、えいちゃんありがとうね。猫ちゃんもニコ、なんかね、この家ほんと漏れない。ほんとにくーちゃんもありがとう。どうですか、総理。やっぱ総理人気だな。あ、イベ頑張ってね。あ、ゆーちゃんもありがとう。ゆーちゃんありがとう。
表裏童貞だね。素人童貞だね。あの風俗とかの経験はある。それ言うと怒るけどね。びっくりした。忍法さんも童貞って。そんないるもんなの。本当だね、懐かしいね。ちょっと下見てみよう。下に行こう。よいしょ。こら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 。汚いゴミだらけじゃん。見栄えはいいよ。そう、まさにここだ。覚えてる、ここで配信してた。あ、ここだ、ここ、ここで、ここの絵面だね。配信してた半年ぐらいかな、半年ぐらい。寒いな、この家、ほんと。ここで。懐かしいな。ありがとう。兄ちゃん、ありがとう。ここ、これリビングじゃないよね、この部屋ね。で、今新しい女が住んでた、つい最近まで。あ、元彼とかそういうのじゃない。今ここなんか友達の奥さんが住んでたの、子供と。そうだね、ここで酒脱してた。あの、まだ緊張してた時で、毎日ハイボール飲んでた。寂しがり屋だからね、総理がね。そうそう、毎日飲みすぎちゃって、アル中だったかな、アル中。本当寒いね、ここ。コシーはどう、あれ、ケイはどうなってるの？いやいや、で、知らないよ。だって、連絡先知らないし。まあ、そのまま行ってもいいんじゃない？だって、5時。パレさん、ありがとう、マイケルパレちゃん。あちゃんもありがとう。あー、落ちこした、あの、総理。2位まで96,000。いいな、ファンタ10倍。荒れてたよね、あの時は。荒れてたけど、まあ多分この家戻ってきたらなんか閲覧増えそう。週末喧嘩するでしょ。まあ戻ることはないけど。
次病んでたね。病んでましたね。カニクイエ。お留守番。なんでため息してんの？落ちたから。ため息は幸せ逃げるんだよ。ため息すると幸せが逃げるんだよ。ありがとうヘモグロビン。あ、今日アイスクリーム作ろうと思ってたのね。あ、そういえばさ、私さ太ったの分かる？よし。で、太ったんだよ。ツイッターのやつもあれが リアル体型というか。いや、太った本当に太った。ため息は悪い気が逃げて情緒が、あ、そうなんだ。じゃあ行こっか。行きつけのお店足りないよ、こんなんじゃ。でデートとかやめて、もうそれ本当にやめて、ガチで本当にやめて、もうそういうのじゃないから、最初から。あんこ、あ、むーちゃんありがとう。あそこね、しょっちゅう総理とも行ってたし、実はあの夏なっちゃんも連れてったな、そこ。夏なっちゃんも連れてた。めちゃくちゃ美味しいっすね。入ってるっしょ。食べたら帰ろう。じゃあ行こうか。ちょっと待って予約し、もし空いてなかったら帰りますね。うん、空いてなかったらあそこへ。え？イニシャルで言ってね。あそこの、スーパーの横。横？何屋さん？洋食屋行って。どこ？どこの？何系？あのスーパーの横の地下の？虫ガキとか食べたとかって。牡蠣食べたよ、牡蠣。あのバス停の近くの。ああ、食べ放題のところか。食べ放題ってあれ？うん、違うバス停のとこ食べ放題じゃない。食べ放題やめた。え？食べ放題もうやめた。あ、そうなんだ。あれから採算合わないやん。まあ大丈夫っしょ、予約なんてしなくたって。田舎みたいなもんだもんね。
あ、KP ありがとう、うん、そう、なんかこう、なんだろう、よっさんと同じ雰囲気を感じるわ、みんなが 言うと似てるよね、総理とよっさんって。お店やってたよ、それいつも おいしいお店出てくれるくらい、あの機嫌いい時ね、機嫌よくないと なんないね、機嫌いい時は大丈夫、機嫌悪いと金出せって言われる。あ、ワイちゃんありがとう、ワイちゃんありがとう。うん、総理稼いでるよ、あの普通にめちゃくちゃ稼いでると思うよ、あのみんなが多分思ってるより、なんでこんな家に住んでるんだろうって思うよ普通に。引っ越したらいいのにって。ありがとう。キイちゃんありがとう、ワイちゃんもありがとう。なのに童貞だね。じゃあ行くよ。行く？ああ。ねえ、これ見て、これ見て、うん、どう思う？現実逃避。じゃあ行こっか。みーちゃん頑張って、ありがとう。そんなものに上がる前に、うん、支持されるユーザーの数増やせ。は？いいじゃん、たまには娯楽だって。え？金ちゃんまたね。あー寒い。うー寒いだ。一気に暗くなってる。に暗いね。やっぱ冬だからさ、さっきまで真っ昼目みたいだったのに。え？真っ昼間みたいだったよね、さっきまで。1時間前だよ。あんたも何？一流だよ。あんた結構外国で結構喋れてたもんね。まあね。うん、外国行ったらさ。うん。別に小鹿って言っても絶対ビビらんわけ。まあね、うん、おー小鹿、おー小児科とか言われる。言ったもん、言ってた。私が小児科っていうのを小鹿って言ってた過去があって、その時にあの中国人って疑われた。こいつ絶対日本人じゃないって。いや、外国ならそういう発音しても許されるよ。一時ね、中国人とだとガチで疑われた時ある。漢字苦手なんだよ。義務教育受けじゃない、クラス理系なんだよね、頭が。理系って頭、意外に自分理系なんだ。頭いいってこと？違う、俺、あんたの前に言ったかもしれんけど、人間は2つのタイプに分かれる。文系か理系かやろ？違う、文系か理系か。例えば M なんか文系なんやけど、うん、あいつはちゃんとこう学ばないと理解できない。
で俺もずっと考えてたのよ、文系理系じゃないなと思った時に、何やろ人間のこの2つのパターンに分ける時って、人の分類で気づいたのが、性教育ってあるやん、性教育、うん、ここをこうしたら子供が生まれますと、あれが必要な人間と必要じゃない人間がいる、それ受けないと子孫残せないタイプと、うん、これなくてももうちゃんと子供を産めるタイプのもう核が落ちて、もうこの世からなんかこう先生とか消えてもちゃんと子供だけ産めるやつおるんよ。その2つのタイプに分かれて、意外に自分は教育受けないとできないタイプなの。意外にもうあのすごいけど、前男とかとか言われたかもしれんけど俺もそうなんや、あの、あ、そうなんすねみたいな感じで教わらんと分からんだけど、世の中いらない人おるの。例えば朝倉未来みたいなやつとかは、あの、分かるの、子孫残す方法だから別に中卒でいいんよ。でもお前は絶対中卒じゃない方がよかったよ、高卒かもしれんけど、ちゃんと勉強せないかタイプなんや。だから小鹿って言うの、ああいう連中は小鹿って絶対言わないよ。よく一人でこうずっと喋ってられるよ、中卒でも小鹿って言わないよ。小鹿っていうのは完全に理系的な頭なんだよ、文系っていうか、ずっと一人喋ってる、あれし、小鹿見たとき、小鹿って言うのおかしいと思って、でも自信ありげにも小鹿って言うの自分で。だから意外に前男とかとか言われてるけど、意外に理系だと思ってる、ちゃんと勉強しなきゃいけないタイプ、自分は理系意外に理系気づいてない、論理できない、理系なんで、そのくせ勉強してないから、もうびっくりするようなことが起きてしまう。田園調布のことを田園調布とか言ったりとかさ、普通やばいと思うよ、あ、これ田園調布じゃないなと思うよ、勉強してたら。だからごまかして誰かにこのことを言わせるに発音させる、で、あとはもう自分が、あ、いきなり大変調布ってくるから疑いなく、勉強があまりに散乱さすぎてるの頭に、どんだけ大変じゃん。あ、皆さん魅了アイテムください、魅了アイテム。普通はね、誰かが来てくれみたいな状態持っていくんだよね、それすら怖さすらないんだよ。ありがとう。やばいよね、なんか薬やってないよね。俺、うん、俺は胃の薬とか胃の薬やってない、血圧の薬とか自分の昨日段ボールとかいろいろ掃除したけ出てきた薬。ありがとう。え、そういえばさ、うん、私のブランドのやつまだ出てこないの？じゃあイニシャル M があいつが売ったんだろうね。いや、売ってないじゃないとおかしいもん。あ、開いてない、2名大丈夫、座敷開いてない。え、そこママの横で、え、ママの横で、ママは大丈夫、いや、横大丈夫そうあ、これいいですか。うんうん、あ、ダメ、着きました。今日ね、白子のさ、あれがないんだよ、白子じゃないよ、あんきも、あんきもがね、あ、あんこないんだ。あんこはあるんだけど、肝の方がない、うん、あ、あんこだけでもね、白子あります、白子ある、でも白子も、白子入れる、いや、牡蠣とあんこで白子も食べたい、だから白子は別にじゃあ、うん、あれで、あ、そうしよう、うん、白子苦手なんだよね何苦手だよ、よくそうそう、
あれ、お酒ってあるの？あるよ。ごめん、今日ね、うん、この間出ちゃってまだ入れてないんだ。電話してくるって言ってたから。白子はある。お酒がないんだ。じゃあ、お酒はある。お酒はある。あんこはない。あ、お酒。でも、マグロがうまいよ。え？マグロがうまい。マグロ、マグロが本当にうまい。マグロも美味しいし、ね、ブリも美味しかったよね。ブリも美味しかった。じゃあ、マグロとブリよ。はい。本当、破れてない服持ってんじゃん。だから、そうやって、うん、これ見てください。犬に。あれなんて飲む？犬に。ああ、噛まれて。匂いがするからね。あの、誰もいないと寂しいとさ、そこ行ってね、うん、あれ、お酒ってまだ残ってるんですかね？いっぱい残ってるよ。あ、じゃあ、ホッピーセットを。ホッピーセットだね。最後の2、うん、あんこ鍋でいいんだよね。あんこがないんだ。あ、あんこがないんだ。じゃあ、だからね、鍋、買ってもらえない。かき鍋で、かき鍋じゃあ1人前でいい。1人前でいい。2人前する？2人前じゃない、迷惑よ。いや、迷惑は平気だから。2人前で、うん、でもね、あれだと何入れられるかね、あとはね。あとね、イワシの刺身を食べながら、はい、この前イワシ、ヤオコイだな、イワシの、あとコーラ、イワシのね、なんか刺身一匹ものがあって、まるまるものがあって、初めてイワシさばいたんです。鍋、ね、醤油ベースで、でね、ちょっといろいろね、さばき方の問題点があって、ちょっと今日聞きたいなと思ったので。イワシはね、手でやる、全部。あとね、一番気になったのはね、あの骨があるじゃない、真ん中に、うん、こういう、うんうん、あれ、こう分けるんですか、やっぱし。違う、あの、頭切るでしょ。そして、あの筋ね、三枚あるし、筋開くでしょ。そしたらね、頭の方の骨をこうやって入れて取ると、あそこの骨も取れちゃうんです。あ、この こっちのあの三枚下ろしたら、こっちの方のある骨は包丁、真ん中の骨、真ん中の骨は手でこうやると取れる。あ、全部取ってるんですか、わざわざ。もう全部取る。そしてこうやって取るんじゃなくて、そしてあとここら辺にあるあれは、ああ、包丁でこう斜めに入れて。そしたらもうめちゃくちゃここの骨って、昔一般的な魚だとこう細くこうだから、それを、うん、こうやって手で入れるとね、こうやって剥がれるの。ちょっと今度教えてもらおう。びっくりしてこれ、どうやってやってんだろう。そうやってやってる。あと、イカの刺身ください、はいはい、以上です。気にした。あ、全然もう、イワシ頼んだよね。イワシ、イワシ刺し頼む。あ、じゃあ大丈夫。違うね、俺どうやってさばいてんのかなと思って。ちょっともう伝票持っててかわいそう。早く、あれしないと。はい。あんこ終わっちゃったんだ。いやいや、うん、今日だからまた入れようと思ってね、あの、魚で頼む。これ電話が来ると、その夜頼んじゃうんだけどさ。そう、電話しようと思ったら、やってなかったよ、昼間電話しようと思ったら。あ、昼間はね、休んでる。あ、そうそうそう。でも昼間いるから、うん、でも昼間に間に合わないもん、その日には。僕ね、月曜日と金曜日は暇なんですけど、あ、ほんと。来月の8日まで禁止しようと思ったんですよ、今日最後に。いや、無理無理。数値が高かったから。あ、もう無限にもできないしね、そういうのはね。怒られる先生、女の先生に。中お願いします。中いんだよ。で、書いて、伝票書いてるから、一回引き返した後にしないと。わかるけど。注文終わった後にしないと。あれもおかしくないよ、見極めてさ。
長いんだよね、これ。で、何今、順位どれぐらいいくら稼いだの？いや、言えんよ。全然3位だよ。すごいイベント3位。何位中？これだって50位とかだよ。50位みたいな。50人中3位。違うよ。今日、白子が売り切れちゃったんだけど、生子は嫌い。あ、生子好きだ。じゃあ生子の酢の物、うん、あ、やった。お願いします。え、3位って、3位3位だけど、これはあの、なんつうの、あの、まあ、総合的に見ると30位ぐらい今。ワールドカップで言うから、うん、県外、うん、ヨーロッパとかじゃない。どうでもいい。日本はすごいな。アジアは誰でもみんないい。サッカーだと日本。アジアみたいなところ。そう。フィリピンとか。で、それと3位。違う。それのだから50位ぐらいってこと。あ、今？うん、全然ダメやん。そう。これはカテゴリーの中で あいつまた使わないからね。カーニーさん、あ、言っていいの名前。カーニーさんも TikTok だから本当、うん、何 TikTok でそんな稼げるの。めちゃくちゃ稼いでるらしいよ。すごいね、やっぱ才能あるよね。あの、全然面白くない。金持ちに好かれるね。金持ち の用意書がすごい上手だ。すごいね、やっぱ才能あるよね。総理って、安倍総理に似てんだよね、顔が。知らない。なんとかたこ焼き、なんとか。最近もうウクライナ諦めた。ウクライナとロシアの話をさ、ひたすら聞かされてた時があって。あ、もう全然今話せる。いや、もうまだ飽きてないんだ、うん、もうずっと見て、もうだってもう西側のメディアも、欧米のメディアも、もういつ負けるかって話になってきて、アメリカももう支援できない。あれ自由よ。さっき言ったあのリベラルと一緒、松本人志も全て全部関係してる。あ、松本人志とかの話の方がまだね、聞きたいけど。入ったやろ、だろウクライナなんだ、勝てるわけねえだろ。ありがとう、ヘブングラーメン。1兆円使ったの。え、1兆円使ったの。じゃあ、あれに似てるエビゾ、エビの、なんだっけ、お返ししなきゃ。エビスさん、エビスさんに似てる。すっごい似てる、そっくりだよ。あれが成功したら、チンジボーにバーンってきちゃった。そっくり。誰がいいな、楽で。だって、そっくりとか何か聞いてどうするの、そんな。え、そんなことこの人たち聞いて、なんか。いや、コメントで似てるよねって言われた。もう掲示板出てんやん、俺の顔。いや、自分から映るから。高田のパパどうしていいんだよ。どうしていい。ジェイソンも童顔だよね、顔がね。83だね。あ、そうなんだ、すごいね。この店主83歳だって。全然。いや、今日さ、あのすごい、来月あの忍法さんっていう人ね、配信者の人とあのデートするんだけど、その人が44歳なの。44歳で、親に6万5000円の仕送りをしてもらってるのね。で、80だよ。で、80だよ。年金とかから。お母さんから。お父さんとお母さん。年金から。いやで、その頃でちゃんと年金払ったら、2人で50万ぐらいあると思う。毎月、うん、なわけないじゃん。いや、1人20万以上もらえる。80代って、そうなの。ああ、そうよ。そんなもらえんの。ちゃんと社会、会社勤めしてたら、50ぐらい、50以上。だから6万ぐらい遅れるみたいな。だから6万ぐらい、へへや。そうなの。で、子供、お父さんと、だからその80、50問題つって、そのお母さんたちが死んだ時に、その50の男が、子供が、生活保護もらわなきゃいけないようになるから、社会問題になる。あ、70代前半だったよ。
お母さんたち、うん、70代前半、うん、でも70代全体でも20万ぐらいもらえるから。そんなもらえたの？27万うちが、私が無事になったらいくらもらえるの？お前ら払った分のマイナス3000万円で、まあせいぜい自分やったら自分やったらまあ5、6万円5、6万、うん、それでどうやって生活しろって、どうやって生活しろって、ありがとうね。だから今稼いでたら男に媚びて育って死んで、そいつの資産を狙うとか、そういうのしかないんだよ、やり方は。そうなの、うん、金持ちのやつと。金持ちじゃなくてもいいんだって、3000万ぐらいのサラリーマン、独身のサラリーマン狙って、うん、あの、なんか、スランソップで大丈夫、大丈夫です。なんか食塩多めの味噌汁飲ましてね、こうやって死んでもらうのがいいだけ、生命保険入って。老後どうしようかな。でもふわっちはさすがになくなると思うけど、あの配信ってなくならないよね。知らない。例えばさ、あの AI が配信こんぐらいでいい？うん、いやちょっと多いな。本当お酒こ強いよね。あのもし AI が配信できるんだったらいらないです。あの個人配信者ぐらいのレベルのものが AI でできるようになったらいらないよね。投げ銭の規制がありそう。確かに、まあ、中国と韓国は投げ銭の規制あるからね。そうだね、そう韓国ダメだね。じゃあはい、お疲れ様。よしえさんとかめちゃくちゃいいよね。よしえさんの将来の夢はよしえさんかな。よしえさん、で逆にそのなんだろう、老人だから面白いんじゃない。よしえさん75歳でめちゃくちゃ稼いでる。よしえさん70代で、あの私なんかより稼いでる。すごくない？俺あんまり今稼ぐことあんまり興味ない。今大切なのは事業をうまくさせる、立ち上げる、うん、稼ぐのはまあ面白くない。本当だよ、年金がそんな安かったら多分生活できない。これこの、うん、なんだっけ、あのえそれ最近それ今聞いてやっと分かったの。いやそうだった気がするでも。で神田先生のかわいそうなのは払った額が、ま、マイナス2、3000万だ。その老人のそのあれまで払ってたわけでしょ。ダメならやめる。だからプラマイマイナスなの。マイナス2、3000万、うん、あんたのせいで。すごいぞ。あ、そう、そうやろ、ね、うん、返してよ。え、返してよ。ちゃんといいことしちゃったら返してよ。いいことしちゃったら返してよ。尽くしたな。もうプラスオッケー返るしかない。そうだよ、かわいそうよね。でも一番かわいそうなのは自分の、あの、なんちゃ、なんとかちゃん、おいっ子の煮魚って食べね。なぜ煮魚なんですか。
ブリの釜のね、美味しいんだけどさ、ブリの釜を焼いたのと煮たのとどっちがうまいんですか。いや、今ブリ釜煮たのしかない。あ、いいじゃないですか。こんにゃくと大根と、それからあのこんにゃくとか、じゃあ煮たの。じゃあ今だからもっと買えそうなのなんとかじゃん。ご飯って一緒に食べるのは大丈夫。おいっ子、そうなの。もっと今生まれてる人はもっと買えだから、どんどん買え、借金癖。じゃあうちらのおいっ子はさ、年金いくらなの。もうさらに自分から500万とか、自分が3000万、マイナス3000なら3500とか。かわいそうで、俺がもう威張り散らかす。やっぱボケてる。うぇーれ、ちゃんとケツ拭けとかなんか言って、それでやるんだ、お前6万円もかわいそうやな。でも俺もマイナス何千万円、1500ぐらい。で、多分あんたのお母さんぐらいがプラマイちょっといい。昔は年金月400円しか払わなくてよかった。そうなの。まあ物価とかあるから、物価とか。でね、いつまでさ円安。一般論で言われてるのは、一般論じゃないよ、よく言われてるのが、一回円安から円高になる、一時的になるって言われてるね。いつ。今年か来年ぐらい。マジで一瞬だけ。一瞬だけなるんじゃないかって。それ何、予言者。いやいや、なんかいろいろそういうのもあるし。そうなんだ。じゃあその時にさ、買った方がいいね。何を。え、私韓国よく行くから、ウォンを買った方がいいね。あんな紙切れ買う必要ないって。なんで。あんな紙切れ買ってどうするの。なんかあるやん、米国、アメリカドルとか。いや、興味ない。いや、興味ないじゃん。あれ、紙切れやん、もう。いや、韓国よく行くから。もういいって。そう、買った方がいいって、やめた方がいいって。すごい上がった時に連絡して、俺買うから。去年もそうなんだ。頭いかれてるよ、ローン買った。このソラ君、さっきから何を言ってるの。自分もあれ、こんぐらいあるやん。ない。年間よ。いや、言わない。これやったら、年金絶対払わない。昔払わなくていいよ。言わなくていいよ。言ってもやなくていいよ。お前はなんか喧嘩すると、なんか書く。なんか言うから嫌だ。何も教えない。こんぐらいあるやろ。どんぐらいあるって分かってんだよ。これで払わないの、あれなしやから。あれもやりよ、年金以外にもっとあるんだ、積み立て。それやってんの。そしたら20万ぐらいいけるの、積み立て。年金払ってるよ、ちゃんと。年金だったら6万しかない。あ、なんかね、無課金って人と行くらしいよ、ゼロワンが。自分で切ったんだけど。あと、ふくちゃん、トリミング連れて行けよ。いや、まだ寒いからさ。いや、もう今一番寒いじゃん。あれ、ホームレスじゃん。じいちゃんはあまり寒いと思うよ、あの家。じいちゃんとそれで夜抱きしめながら寝るのが絆を近づけるの、今日も。だけどもし出したら、読み余ったんで聞いたら、飛ばしてても大丈夫です。すごいね、ムコピンって人ね。高それくらい無課金って人がすごい人ってことなんですよ。
すごいね。あ、全然伸びたね。大反応。本当だね。このお店めっちゃ人気。もう満室。5時オープンしても満室。全然常連臭いし。ここね、人気だよ。教えたくないもん、みんなに。満席満室満席もう長男出ないんだよ。ロワカの あと小田ちょうど家に紹介してやろうか。出席しよう。あんまり近い地域の話題。じゃあのまだまだ埼玉のいやあんこなかったの。埼玉の針紹介してるから。最近接骨院通ってる。しんどくない？それ気づくの？まあ気休めだけどね。でも保険効くからさ、安いし。あねえねえ、柿鍋にしてさ、生柿も食べたらしつこいから。生柿があるの。あーまあ食べる？なかった。あ、M に仕事を与えたの。あ、明日ね、ヨッサンとデートだよ。ヨッサン好きでしょ？いや、別に好きじゃないよ。ちなみに、今、セイジさんが天下取ってる。天下取ってる？フワッチです。セイジさんどう？え？セイジさんどう？分析して。見てない。見てないの。養分。養分。見てないの。誰も見てないの。あ、そう。見たら俺課金しちゃう。え？課金しちゃう。やっぱり最近機嫌いいもんね。機嫌よくない。今日機嫌いいだけで、昨日機嫌悪いってずっと言ってたよ。普段あたりでよ。仲間が売っちゃったんだ。そらくんが何なんだろう。何を言ってんだ。そのね、カーニーさん、TikTok っていう、TikTok って俺のイメージだと、十何秒とか何十秒や。TikTok って俺のおっさんやから、なんか知らんけど、イメージは、ショートムービーってことみたいなことしかイメージないけど、あれ長くできるの俺の TikTok。ずっとこういう感じでできるの。できるよ。でも、面白くない。正直面白くないな。私は面白くないな。汚い下ネタとか言えない言えない。厳しい。そういうの考えたらなんでそれで。それあの、キレ売りしてる。どういうことやってんの。え、どういうことやってんのか分かんないけど、なんかキレ売りしてるらしいよ。いや、あの人そういうことできるの。え、そういう人そういうことできるの。汚い汚いことできてるらしいよ。すごいね、そしたら。でもやっぱフワッチの方があの面白い。あの、私のいるサイトの方が面白かったって言われてるけど、その TikTok って人口が多いから、別に大して多分沸かせなくても閲覧が増えんのかな、分からん。すごいね、ちゃんとそれでちゃんとこうやっぱり将来考えてるんだよね。真面目だよね、結局ね。そうやってここだけではもう俺は将来だと思って、そういうとこちゃんと書いて、めっちゃ綺麗なネタに書いたんやろ。うん、まあでも頑張り合いだよ。まあ大変なんじゃない。俺だからね、うまく下使って下から金釣り上げていく。
やっぱできないんだろうね、こういう商売。ふわっちかさ、TikTok だったら、まあ、TikTok の方が 長そうだしね、会社的にさ。でも自分でずっとやるってやっぱすごいよ。いかに俺楽勝とかしか考えたことないから。だってなんかこう、会社作って部下みたいなの置いてたよ。弟子みたいな。あ、マリオさんとかなんかいろいろオーディション開いたりとかして、うん、普通ああやってさ、下に稼がせるように普通行くんやん。これお土産。でも自分でやっぱやってみる。偉いね、やっぱり。目覚めたのね、商売っていうか、責任感。ごめんね、今出るからね、すいません。あ、ありがとうございます。君たち握ってこいよ。会社は関係ないけどね。気持ち悪い。冗談。あ、やる作るよ、もう危ないから。いや、ああいう男を抑えろ。ああいう男を抑えろ。すごいですね。いや、もう同業はちょっと、もう嫌だな。一時言ってたの、私配信者大事。言ってねえよ、そんなこと。言ってねえよ。俺は全部配信者大好きなんて言ったことないから。一言全部喋った。やめとけ。昔ね。本当にやめ。昔も言ったことない。私、配信者大好きですなんて言ったことない。人に俺が酔っ払って適当に言ってるんだからいいじゃん。だからそういうのやめて、適当に言って、あ、そうなんだってなるんだからやめて。めんどくさいからね。あ、ごめん。うざいから。私は適当に言ってるって分かってるけど、そういうのが言われるんだよ。あ、言ってたんだみたいな。最近は叩かれてる。叩かれてる。前よりは掲示板とか叩かれてる。見てない。見てない。見てないけど。なんでわかるの？叩かれてる。コメントで言われるわ。ブログしたり。これで。おい、仕事してんね。死のうと思ったら知らない。ないんだ。死のうと思傷つくとかない。疲れちゃう。疲れるっていうのは傷ついてんの。傷つくっていうのは鬱になる。涙を流すとかでしょ。そういうのと違う。きついってな。なんかこう全力疾走した後みたいな。疲れた。いや、まあいいよ。あ、ありがとう。あ、アヒルちゃんもありがとう。なんかそう、なんかずっとさ、なんか病気っぽい人と会話してるとさ、疲れるもんね。マネじゃないよ。で、何これが、この今月のイベント終わったらまた1ヶ月ならすぐ。いや、そんなことないよ。そんなことしてないもん、ずっと。で、何毎月これあるの。え、毎月こういうイベントみたいなのあるの。そうだよ。で、今女子で誰が一番イケイケなの。女子、うん、女子そもそもないの。いないか。うん、いない。自分っていうのはどれぐらいの女子なの。女子なのね。それであのプラチナになってたよね。あ、ランク、そのランクでってこと、うん、まあ、ランクだったらいっぱいいるよ、女子ね。でも、なんだろう、その有名ではないかな、そこまで、わかんない。自分、うん、自分、あ、ごめんなさい、自分、有名じゃないの。だってプラチナや。そうだよ。てか、そんな、なんか別に、まあ、謙遜入れてんの。謙遜とかじゃなくて、すごいな、謙遜入れてる。いないんだよ、いない。誰が一番その人か、いないの。まあ、デコルテ姉さんとか、ヨシエさんとかか。でもあれ、あの人ブロンズとかそんな感じだった。誰が。なんとか姉さん。デコルテ姉さん、うん、そんなわけないやん。いや、自分の方がなんかマークすごかった。デコルテ姉さん、うん、え、デコルテ姉さんってさ、ブロンズなわけないじゃん、それ一つ以外。だけどあんたより、あ、シルバーやん。シルバーなわけない。でもあんたよりの方があのマークすごかった。え、デコルテ姉さんって今ランク何、いくつですか。プラチナだってよ。本当、俺が見た時は違う。それ昔じゃないの。いや、1ヶ月前ぐらい。
それは多分ただあの人面白いんですけど、それデコルテ姉さんじゃないよ。デコルテ姉さんみたいなあんたに言ったの。先月ブロンズだったの。いやなんか違う、あんたより俺もよりは、あーあの私の一個下のランクだけど、でも一緒ぐらい多分。あれ当てにならないんだ。いや当てにならないっていうか、まあ変わんない、大してその一緒ぐらい。だから見てこいつ稼いだことなんだ、言わしてもらおうかなと思って。希望になろうかな。デコルテ姉さん狙ってんの。いや違う、希望もうするぐらいも十分お前尽くしたよ。俺がもしも、まあそんな男じゃないけどね。いやだからデコルテ姉さん面白いね、あのデコルテ姉さん、ね、そうそう、あのメイクとかね。いやメイクとかって言うのはやっぱコロッケそば、あ、もーちゃん、ありがとう、ラジオカメラとドリンのこの相手の観客そのあの空間のプロの距離を置いてるよね。で、あんたもあんまり言わないけど、あの素人じゃないよね、距離が。姉さん話しやすい、姉さんとコラボしたことある。あの距離がプロとそれを見てる人たちの距離を置いてるよね、あの人。あー、ひるちゃんありがとう、モンブラン10個ナイス。で、それそのくそプロじゃないんだから、すごいよね。ん？それのくそプロじゃないんだから、要するに芸人なのに何でもないですよ。あ、やったー、嬉しい。だからすごいよね。私大好き、ナマコ。美味しそう、これ。私、ナマコ大好き。おいしそう。グロい、私大好きだね。あのそうプリコリする食感がすごい好きなの。だからもうその川西さんがそっちの方行ってたから、おいしい。ジェットさん今ジェットさんが天下取ってる。同じ AB 型。なんかね、あー20倍、アヒルちゃん20倍ナイス、ありがとう。アヒルちゃん20倍ありがとう。あんた3月どっか行ってた、3月どっか行ってたけど、うん、ありがとう20倍。ありがとう。まあ、ちょっとあのうん、ミックありがとう。福ちゃんの口臭くなってなくなったんやけど、何かやったの。歯磨いてるもん。磨いてんの、あんたが。あ、ミックありがとう。じゃあ、歯磨いてなかったら臭かった。いや、違うと思う。だってちゃんとやってるもん。まあ、逆にもうじいちゃんの臭い。それはやばいよ、あの年で臭いってやばい。まだ0歳なのに。あ、ひるちゃんありがとう。いや、あのさ、0歳でね、臭いのはちょっと本当に、まあ、大体何やってるか知ってるけど、玉ねぎとか揚げてんだ。揚げてないの。いや、漁ってるじゃん。玉ねぎは絶対あげる。あさって食べたの知ってんだよ。玉ねぎあげる。だっちゃんありがとう、だっちゃん。だっちゃんありがとう。あげたとかじゃなくて、その酔っ払ってそのままにしちゃったりするわけ。だって焼肉のタレだって玉ねぎ入ってるからね。あ、ぽちゃんもありがとう。そんなことをしてたらさ、私が見てる中でもそんなことしてたら多分毎日そうだったんや。
あ、ダッチャ4個ありがとう。ダッチャ3個ナイス。ダッチャありがとう。あ、15個ナイス。15個特命さん、ありがとう。2位の人がさ、ファンタ10倍出しちゃったんだよ。ダッチャありがとう。2個もナイス、2個も。ダッチャ2個ナイス、2個ナイス。いや、これ何、毎日どっかでやってるの？いや、なかなか外出ない。私、怠け者ぐらいだから、なかなか出ないよね、私ね。よかったね、こういう仕事の使うで。そうだね、私本当にひどかったもんね。もうやめて、マジで。そういうのやめて。はい、分かった。いや、びっくりですよ。俺がなんかプレッシャーかけられてる。あ、そういうことか、ありがとう。5個ナイス。ありがとう。あー、ダッチャ20個。20個。寒いぞ。ありがとう。ナイスです。3個特命さん、ありがとう。倍率 OK。 うん、アヒルちゃん5個ナイス。アヒルちゃん、おい、ちゃんと仕事してるよ。ありがとう。うん、昨日やろうと思ったけど。あー、ダッチャ3個ありがとう。眠たくてやめた。10個ありがとう。特命さん10個ナイス。何のためにこれ盛り上がってるの。アヒルちゃん10個ナイス。いや、今イベント中なんだよ。あの、総理と言って。あー、ダッチャ20個。あ、すいません、え、倍率めっちゃいいね。特命さん15個。10倍。あ、グーちゃんもありがとう。グーちゃん10倍ナイス。え、倍率めっちゃ良くない。あ、ヒルちゃんも2個ありがとう。ダッちゃん5倍ナイス。え、めっちゃいいね。ダッちゃんもありがとう。アヒルちゃんも1個、ダッちゃん1個、匿名さん1個。あの、総理といるときにさ、あの、飛ぶの初めてかもしんない。何されてましたよね。いや、イベント中だからだよ。ずっと飛ばせばいい。イワシ、イワシです。うまい、美味しい。ありがとう。処理の茶碗蒸し、あれ本当まずかったね。もう入れたらまだった。強い時期だよ。言うな、お前。え？でもそれでさらに改善できるから。そうそうそう。逆に美味しいって嘘つくと成長しないからさ。もうあの大谷選手みたいな。ん？そこで次の成長につながるね。あ、すいません。すいません、おしぼり、おしぼりください。おたちゃんが元気で、うん、何でやりだよ。俺これは心配だよ。厳しいんだよ。あ、5個。あ、キイちゃん5個ありがとう。キイちゃんナイス、ありがとうね。あ、やっぱこういう切り方してるね。近づいたかな。2位まで何ポイントだ。84,000ポイント。あと4,000ポイントで8万切る。あ、ありがとう。はい、ありがとうね、キューちゃん。いや、でもね、お刺身は美味しかった、すごく。あれ、美味しかったよ。え、あれだけ美味しかったよ、お刺身。美味しかったね。なんか手巻き寿司じゃない、うん、いっぱい食べてね。あー、あちゃんも2個ナイス、ありがとう。あれ、お店で食えないよ。ん、お店じゃ、そうだね。美味しかったよ。次、さよりやってほしい。
元気よかった。元気だった。さより大好きなんですよ。パチコメありがとう。まあ、てるっていうのはまともに聞きやね。一番勝てる方法は、行かないことが一番。そう。やっぱタイが一番うまかった。あ、そう。タイが美味しかった、一番。ゆきちゃんもありがとう、ゆきちゃん。あ、ちーちゃんかな、ちーちゃんいる？寝込んでるかもしれない。家で。好きだからしょうがないんだけどさ。あと貝が好き。貝類。あの、うさばらしで。そうそうそう。家は、おうちゃんもあれやろな。非常に硬い人も、硬い人も。ありがとうね。無料アイテム嬉しい。あ、軽いですよね。そうだよね。まあ。じゃあ、それでさ、温泉旅行行こっか。今月めちゃくちゃ稼いだらしいよ。今月っていうか最近特に稼いでるらしい。興味ないの？じゃあ何してんの最近？あー、ゴッパー。あ、本当？あー、よかった。可愛かった。あれ可愛かったよね。あっちゃん、ゴッパーありがとう。あっちゃん、よかったよかった。ドイツなんだ。ありがとう。考えちゃうよ。一週間も世話してさ。じゃ最近何してんの？最近だから10個豚ちゃん。みんな見てな。ひーちゃんナイス。ひーちゃん。あ、めっちゃ集結してる今仲間が。あっちゃん5個ナイス。あっちゃん5個。今めちゃくちゃマユリス集結してるよ。ありがたいですね。これ珍しい。ソリというのがさ、めちゃくちゃ珍しい。いいんだよ。今日機嫌いいからだね、総理が。え、機嫌悪かったよ、今日朝。そうだ、今日朝機嫌悪かったよね。知らん。昨日めちゃくちゃ機嫌悪かったよ、うん、あれ、なんなの？なんで私に当たってくんの？仕事してるの？え？仕事してるの？ありがとう。じゃあ温泉旅行行こうか。犬とかよ。え？犬の行こうか。連れてくれるの？付き合う人もいれば、ここで家も来るな。まあちょっと金曜日とかちょっとね。あ、ありがとう、ひるちゃん、ケーキ5個。仕事より関係よ。ちょっと新しい事業を立ち上げるぐらいで、なんかいい感じになってきたから、それで機嫌がいいです。あー、待って、これ何個だ？あっちゃん10個10倍、ファンタ、OK。 やったー、1万ポイント、でかいこれ。でかい、でちゃんありがとう。でかいこれ。ちょっとみんながコツコツ倍やってくれた。7万5000ポイント、あと5000ポイントで1万切る。あ、そうそう、ファンタは7000ポイントだ。7000ポイント、ありがとう。7000ポイント。いくらなんか、え？最後に決まる。何が？決まる。これは、今日何日？石川さんが家と花村の今日27日になってたから27？ 30まで。いや、これはもう遅いわ。27これいくらでしたか？えいくらないです。
そんなのわかんないよ。出てたよ。ソーリーは配信者じゃない。素人。てか普通の派遣だっけ？アルバイト。アルバイトしてる人。今日27日か。記念日じゃなくて。今日入れてあと3日間。配信はよ、友達の海に行った。うん、派遣だよね。そうだよ。で、俺はね、電話したらよ、芝居です。多分派遣とかアルバイトだったら日本一番トップ。あ、アヒルちゃんさん、こないっす、アヒルちゃん。使わなきゃいいけど、多分派遣とかバイトだったら、日本一だったら、これ多分日本一番稼いでる。イエムって言わないで。あ、ゾウさん、ナイス、アヒルちゃん。で、俺、林さんにさ、ハンサーはありがとう。だから、派遣とかバイトでいいと思う。派遣じゃない。多分、バイトとか、そういうのがいいんだけど。まあ、稼いでるらしいよ、最近。キーキ、ありがとう、サンコ。あ、ひりちゃん、サンコないで。ありがとう、金目上がり10本。なんだっけな、いや、リスナーっつーか、なんだっけ、プリミちゃん、プリミちゃんのマンスリー1位らしいよ。あ、ひーちゃん10個ナイス。ひーちゃん10個ありがとう。あ、ひーちゃんありがとう。あの、ソーリー、あの、プリミちゃんのマンスリー1位らしい。じゃあ数ヶ月前、あ、アヒルちゃん6個、ナイス6個。ブタちゃん6個。倍率いいね。3個ありがとう。あきるちゃん3個。うん、よかった。くりみちゃん誰か分からない。総理が。くりみちゃんって大阪のふわっち配信者だよ。大阪の、あのキャリーちゃんと仲いい。クリミちゃんでキャリーちゃんと仲いい。ちなみにあのキャリーちゃん東京引っ越すよ。そうだね。嫌なの？中村のキャリー。え？アヒルちゃん三個、ブタちゃん。何？一本釣りのタラだ。キャリーちゃんが中村のキャリー。それでこう。あ、ゾウさんもありがとう。あのさ、キャリーちゃんに失礼なこと言ったの覚えてないの？キャリーちゃんに失礼なこと言ったの覚えてないの？なんつうの？帯のやつがやってるとか、なんか可愛い。違う。長村さんもやれそうって。まあ大丈夫、俺が何をと週刊文書来ないから。有名人じゃない。そんなこと言って仲良くなれるわけない。泣き泣きで。そうだから分かってる。あ、そうそうそうね、あの実は2月1日から引っ越す予定だったのがなくなっちゃったんだけどね。まあでも最終的にいつか東京引っ越すらしいけど、なくなったらしい。2月1日から引っ越す予定だったんだけど、初期費用払えないから。あなた何仕事してるの？え？これ本業と、あとなんかアルバイトとかじゃない？でもあんたもすごいね、これで飯食えてるて。ありがたい。お前も偉くなったな、お前なあ、お前昔と比べて。まあ、冷静に言葉選んで。いや、そう、審査通ったんだけど初期費用払えないから、それを白紙にされたの。あ、ゾウさん5個。あ、ひーちゃんありがとう、ひーちゃん。あんたのお母さん喜んでるやん。あ、だってこの前、あのおかん温泉連れてったよ。あの、熱海行ってきた。いい人になったね。よかったね、親の。でも、あの、ソリのことを一生恨むつだよ。恨んでこいよ。
人の迷惑なんだよね。次は10万足りないから何でもキャリー、何でもキャリー1万円5時間で、それはちょっと安いね。5時間いくら2000、あ、まあでも安くはないか、うん、安くはないか。そう、ラムってあの一生あの総理のその文字も言わない、言うなって。やばい、文字は何やってんだか。私うまいちゃんみたいな、嬉しい。え、4号さんってちーちゃんかな、ちーちゃん。あー15個、ひーちゃんナイス、ひーちゃん、クール来た、クール、ありがとう、クール、ありがとう、シミモもありがとう。ちょ、倍出て欲しかったな。4号さん了解。まあそういう、ゲッパに言うとこもあるからね、あいつは。何、凹んでんの、どうしたの、どうしたの、どうしたの、お水飲む、すいません、お水ください、2つ、お水2つ、ほぼロックで入れてたから酔ったんじゃない、酔ったの、マジ、そうだね、一桁になりたい。傷つけること言い過ぎじゃなくて、事実ね、そうだよ、合わせられない、なんかさ、やっぱり中学でさ、仕事ってやってたわけだから、もう読めやるね、だいたいあいつがあそこまで行ってるふっとしてるから死ぬ、あ、人間観察としてる、あのバカ野郎がよくあんの、あうわ、それぐらい持ってるんだから、ね、匿名さんさ、あんまもう俺にだけ結構あれだと警戒音は、警戒だけしとったらいい、いや、それ違う、いやいや、俺も警戒音見てるけど、それはちょっと勘違い、匿名さんさ、DM して、そうだ、私 T シャツあげるって言ってたよね、ちょっと忘れちゃうからさ、DM して。あ、オルフィちゃん。オルフィちゃんありがとう。オルフィくんありがとう。25個。何やりてる？
があるからってこと、今日は何もやろ、水の人が OK ですから我らサブラメ今日だって株主じゃないんだから、株主じゃないの、あんたお客さんやから、うん、だから一応許可もらったから今後はいたしません、もうあのこうやって快な気持ちを、じゃあとりあえず撤去していただいた時に、まあ、そうそう、撤去というのは向こうに言って撤去してもらう、いやあなたたちに言われて撤去する必要はないですよ、うん、そうだよ、そうそうそう、でも深い当たりだから申し訳ないと私は思うけど、直接は言わないと、一応許可もらってるから直接はこれ以上言わないと、撮影してるのは分かるけど、いやだからこっちに言わないで向こうに行って、でもいや私はでも褒めるけど、もうこれ以上は向こうに行ってください、じゃ許可もらって、だって許可もらってんだから何も問題ないじゃん、ああそりゃそうだよね、うん、だから直接言ってないけど、でも不快な気持ちを与えたら分かったから自主的にやめます、うんうん、そうだ、うん、これ以上は向こうの答えに聞いてもらって一緒だから本人も全然、まあ、申し訳ないということだけで、すいません不快な気持ちを与えてもらって申し訳ないと、一回自主的にやめた方がいいと思うよ、ごめんね、ちょっと撮影やめても、はい、そういうことだよ、今度から撮影しない方がいいですかね、いやいや今後もそうやろ、今なら平気だけど今日は混んでるし、お客さんのダメな人もいるから、うん、バイごめんね、すいません今言いました、ごめんねじゃ済まされないよ、うん、そうだね、すいません、だから両方ともいい顔しちゃダメだよ、もうどうだよ、俺らからってもダメだよ、そういうことは別にダメだよ、悪いけど、こっちのお客さんだよ、申し訳ない、本当にごめんね、いやさせていただきます、受けなくたって、受けなくたって、どうするか、帰るんだ、どうするか、すみませんね、申し訳ない、いやもう、あとでいや、どっちにもごめんなんですけど、私はじゃあ皆さん終わるので、多分30分後とかに付け直し、30秒だけ終わりのあの30分後とかに、あ違う祝電とかじゃない、あ違うそうじゃなくて、あのなずのあれみたいな、あのあれあの火薬さんのあれみたいなやつ、とんでもないよ、いや大丈夫、あの食べ終わったら枠すぐ付け直すんで、また、うん、すぐ付け直すんで、皆さん2人はお仕事ですから、うん、僕はお仕事、じゃあすいませんお疲れ、じゃあまた後で、たまたま、うん、そうそう後で説明しますね、後で、じゃあまたね、じゃあね、うん、やっぱね、どんなさ、ねやっぱさ、俺ら古い人間だから、やっぱね、違うんですよ、感覚が。なんでそういうことを、すること自体が大体、もうね、ごめんね、ちょっと一方的だけども、そういうこと自体が、我々の抵抗観念があるんだよ、もう、それ自体、なんでこんなことをするの、それ自体が、ほら、今、いろいろ問題になってんじゃない。それ自体が分かってる。だけど、面白い。なんでそんなことを、ごめんないよ、本当申し訳ない、もうその基本的から戦うのは違うわけだから、もう20年はなんでこの農宮の綺麗なところでね、自分の撮影するのと自分の俺のことはモデルじゃないけどさ、そういうあれの感覚なんですよ、私はちょっとね、だからもうずれてるのね、あのもう古いから、いや、古くないですよ、いや古いですね、そんなね、失礼になってるかもしれないけど、我々、私の感覚ではついていけないあれだから、こういう飲み屋ではどうかなということで申させてもらいました、はい、すいません、いいですよ、皆さんお仕事だから、いや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 
そんなもう、そういうことだ。今はね、いろんな著作権とかいろんな個人情報とか全てあるでしょ。え？ビール飲もうかな。ただ撮影すればいいとか、そういうものだよ。あ、ビールください。はい、瓶ビールでいい？うん。はい。すいませんね、なんかお騒がせしちゃって。いや、ごめんね。あ、いえいえ、すいません、こちらこそ。もう俺犬させていただきます。あの、お互いに気分悪くしちゃったけどな、ごめんなさい、本当。あの、いえいえ、あの、年配の方から謝してもらいますよ。ごめんね、あの、いえいえ、そういうあれ自体がさ、年配とかそういう感じじゃない。やっぱり気分が悪くなったら、そうです、言うべきで。こういう我々みたいにね、いろんなお客さんがいるってことをね、見じってもらえばいいと思うんですよ。うん、ただね、うん、まあちょっと本当に申し訳なかった。ああ、いいですね。うん、なんだっけ、あの、あれみたいな感じだ、あの、火薬さんの、なんだっけな、火薬さんの仲いい人、なんだっけな、あれ、あれ的なやつだよね。俺違う、なんだっけな、あ、パチおじさんだ、そんな感じだね。パチおじポジションだね。こっちで目立ったの。はい。いいね、いいね、マッサ、いいね、ママ、いいね、ママ、いいわけ、いいね、いいね、それ許しちゃったからさ。いい、はい。いいわけ、いりません。いや、もう大切なお客さんだから。みんな大切です、ね、みんなお客さん同じお金払って同じ飲んだからね、うん、20年ここに通って初めてやる。